椅子に座るのが、アスラオマハーバリ。祭りの主役である。オナムとは、インドケーララ州の祭りの名前である。オナムとも言う。オナムプーカラムオナム祭りは、古代のインド神話に登場するアスラの王、マハーバリを称え、かつマハーバリがケーララに戻ってくることを祈願する祭りである。ケーララ州最大の祭りとなる。祭りは、インドのマラヤーラム歴におけるチンガム月と呼ばれる月の、 最後の10日間に開催される。オナム祭りは収穫祭としての色合いも持つ。オナム祭りは千数百年の伝統があるとも言われ、今日では、ケーララ州だけでなく、世界各地のケーララ移民のコミュニティでも行われている。また、オナム祭開催時には花や色砂を用いて、オナムプーカラムと呼ばれる円形の装飾が街のあちこちで作られる。花びらも街のあちこちに迷おりる。 これらの華やかなオナムプーカラムは、マハアバリを迎え入れるためのものである。アタムという日が、オナム祭りの初日である。サリカコラテンプル寺院から公式に祭りの初日が、始まる。ネザムと呼ばれる5日目には、スネークボートレースという競争もケーララ州の数カ所で、行われる。最終日、プリカリでトラに噴する、人々最終日は、聖なるオナム祭とも言われる。 この最終日に、プリカリという祭りが行われる。プリが評価、虎という意味で、カリが遊ぶという意味である。オナム祭りの中で最も特筆に値する祭りである。なぜなら、プリカリでは虎に紛争をした人々による虎踊りが行われるからである。トリチュール市のプリカリが有名である。プリカリは200年以上の伝統を誇ると言われている。コーチンハン王国。 サクサンサンプロン半号の頃から、プリカリはあったと言われている。ありがとうございます。